僕もいいですか。一緒にモグラを追いかけても八神さんたちの足は引っ張りません。だからもしかして新谷の敵討つため？あの人はいつも自分に自信がないのを虚勢で隠して分かりやすい人でした。見た目や態度よりずっと弱かったはずです。羽村の頭とだって好きで付き合ってたわけじゃない。ヤクザなんて怖いに決まってますよ。その結果が今回の事件です。僕はいつも新谷先生のすぐそばにいたのに何の力にもなれなかったんですよね。本当に僕は若造で自分でもまだどんな弁護士になりたいのかさえ分かってません。刑事弁護なのかそれとも民事でやっていきたいのかすら。でも仲間が殺されても知らん顔なんて、そんな弁護士になるのだけはごめんです。ですからいいのか。源田先生はおとなしくしろって言ったんだ。なのに君が俺と動いたら。気にしないでください。自分の弁護は自分でできますから。だから八神さんいいですか、僕も一緒に。オッケーしないと源田先生にチクるんだろ。ええ、申し訳ないですけど。よし、わかった。じゃあ早速一つ頼まれてくれ。喜んで。まず殺される前の新谷が何をしようとしていたか知りたい。でそいつがわかるかもしれない証拠があるんだ。今日新谷がスマホからかけてた電話番号、これがどこのものなのか知りたい。なるほど、了解です。でも運が良かったですね。犯人がスマホを残すなんてミスしてくれて、こうやって通話履歴も見れるし。いや、ミスじゃない。スマホの端末をどうしようが通話履歴は残るんだよ。あ、そうなんですか。ひょっとしたらモグラは早く俺に死体を見つけさせたかったのかもな。え？わざわざうちの事務所なんてとこに死体を隠したんだ。どんな騒ぎになるかすぐ見たかったとか。あ、さっきの電話番号ネットにありました。先端創薬開発センター、そこの代表番号ですね。なんだって。知ってる場所ですか。3年前その創薬センターで殺人があった。入院中の患者がそこで殺されて山に捨てられたんだ。そして捕まった犯人が大久保新平。大久保って、あ、八神さんが弁護した、あの大久保新平は創薬センターに出入りする理念業者で、タオルやシーツを 2,3 日おきにクリーニングしてた。で回収したシーツごと死体を運び出したとされてた。そうでしたね。その裁判で八神さんは大久保を無罪にして、でも彼はすぐに次の事件を。もうそこまででいいよ。新谷先生はなんでまた創薬センターに連絡を？誰と話そうとしたんです？それはセンターに問い合わせれば多分わかる。ただ今日はもう遅いか。星野君も帰りな。お互い少し休んだ方がいい。じゃあ明日から仕切り直しですね。どんな風に進めます？そうだな。ここだと源田先生の目があるし、神室町のシャルルってゲーセンがある。まずはそこをアジトにしよう。わかりました。海藤さんには僕から連絡しときます。ああ、助かるよ。じゃあ明日またシャルルで。海藤さんに声かけてもらったんです。
仲間外れにしないでくださいよ。俺は遠慮なく仲間外れにしてくれていいんだぞ。っていうか、なんでここに集まろうとすんだ。でもいい人ですよね、東さんって。そう言いながらちゃんと場所貸してくれるんだから。ヤクザなめんなよ兄ちゃん。そうやって凄むとむしろかえっていい人の部分が見えちゃいますよね。なんだと。へえ、星野くんって見た目より気も座ってんだね。案外腕も立ったりして。一応空手は三段です。え、喧嘩で使ったことはありませんけど。役者は揃ったみたいだな。ああそうらしい。源田法律事務所の新谷弁護士が殺された。遺体は両目をえぐられてて、その手口からモグラが絡んでる可能性が高い。みんな手貸してくれるか。先端創薬センターか。また妙なとこで妙なもんが出てきたな。八神さんにとっては因縁の場所ってわけ。ああ、新谷は殺される直前、なぜかその創薬センターに電話をかけてた。創薬センターって去年テレビで騒がれてたね。確かノーベル賞ものの新薬を作ってるとかで。ええ、これですよ。ええ、本日は先端創薬開発センターで開発を進めておりますアドデック9の論文が科学雑誌に掲載され、海外を含め多くのメディアの方々にお集まりいただきました。認知症の新薬でアドデック9、センター長の木戸博士がその論文を発表したんです。まだ動物実験の段階ですけど、認知症の実験マウスをほぼ正常に回復させたと。この笑顔でフラッシュ浴びてるのが木戸博士です。神経脳生理学の世界的な権威で、アドデック9論文の筆頭著者。3年前大久保事件の時センターを案内してもらった。その時から木戸はセンター長だったよ。今はアドデック9の完成に向けて厚生労働省が予算枠を強化してるみたいですね。創薬センターの建物、今度また一気に増築するようです。景気のいい話だな。だがよ、そんなとこにあの新谷がなんで電話してたんだ。それをこれから確かめるんでしょ。センターに問い合わせてさ。てめえ、人の電話勝手に。まず新谷さんがセンターの誰宛に電話をかけたかだね。ああ、それを電話だけでどう聞き出したもんかな。そこは腕の見せ所じゃないの、八神探偵。先端創薬開発センター統合受付でございます。あ、もしもし、私は源田法律事務所の弁護士で新谷と言います。はい、新谷様でございますね。昨日もそちらへお電話したんですが、またその時の方とお話ししたくて。昨日のものと言いますと、名前はお分かりになりますでしょうか。それがうっかりしてまして、なんとかそちらで分かりませんか。あ、ではご用件は何でしたでしょうか。担当のセクションにおつなぎいたします。要件はですね、認知症の治療薬についてだったと思うんですけど。それだとちょっと分かりませんが、広報におつなぎします。よろしいですか。ええ、お待ちください。なんかあまりいい手応えじゃなさそうだね。お待たせしました。はい。広報では新谷様から昨日お電話はいただいてないとのことです。
そうですか。わかりました。電話じゃ難しいな。もう創薬センターに直接行った方が早い。行けばなんとかなるの？俺も一応センター長とは面識もあるし、最悪無駄足でも構わないんだから。僕も行きますよ、八神さん。ほんじゃ俺は東と松金組の様子でも探っとくか。羽村の頭が消えたままだしな。なんだよ、また勝手にそんな。そういえばさ、八神さんが無罪にした大久保新平だっけ？今はどうしてるの？拘置所にいる。死刑囚は刑が執行されるまでずっとそこだ。八神さん、面会に行ったりとかは？いや、俺は一度も。なんでそんなこと聞くんだ？大久保って実際どんな人だったのかと思って。結構ニュースでも騒がれた事件だったから。八神さん、大久保を無罪にした時本当はどう思ってたの？マジで無実と思ってた？多分な。でもその後あいつ恋人を殺しちゃったんでしょ？それも八神さんが弁護してたよね。ああ、その時も無実だと思った。大久保はそう言ってた。誰も殺してないって。ただ俺はそれを信じきることができなかった。法廷で彼の無罪を主張するたびにずっと吐き気を感じてた。じゃあ大久保は死刑で当然？もうそのくらいで勘弁してやれや、杉浦。ちょっと立ち入りすぎた。いや。ならいいけど。八神さん、すぐ行きますよね、創薬センター。僕先行ってタクシー捕まえておきますから、公園前通りで待ってます。何か勘違いしてるのかもしんねえがな、俺はお前らの仲間になった覚えはねえぞ。少しは遠慮しろよ。創薬センターか。妙なとこで古い因縁とつながってきたよな。八神さん、こっちです。タクシー捕まえました。それでは出発いたします。話には聞いてましたけど、創薬センターもなんか大きい組織の一部なんですってね。医療システム産業開発機構でしたっけ？ああ、さっきからずっとその敷地は知ってる。あるとこにはあるんですね。すでにこれだけ立派なのに、例の新薬でさらに予算強化ですよ。どうです、前と変わりないですか？ああ、ちょっと待ってくださいよ、八神さん。何緊張してんだ。お前は俺のお供でいりゃいいんだぞ、八神。
八神さん、もう置いてかないでくださいよ。どうかしました？いや、3年前と変わってなくてね。はい？ここは時間が止まってたみたいだ。八神さん、行こう。あそこに受付がある。お約束でしょうか？いえ、源田法律事務所の星野と言います。こちらは同じく八神。昨日神室町で起きた殺人事件のことで来たんですが。は？新谷といううちの弁護士が事件の被害者でした。え？彼は亡くなる前こちらへ電話していたようなんです。その相手がどなただったか調べていただけませんか？申し訳ございません。そういった個人情報にはお答えいたしかねます。ならセンター長の木戸さんと話せますか？以前お会いしたことがあります。弁護士の八神といえばわかるかと。あ、八神さん、あれ木戸さんですよね？加減、あとはそっちでやってもらいたいんだけどね。うちはもう事件のこと全部警察に話してるんだから。いや、センター長、ごもっともなんですが、どうしてもこいつが事件の現場を見ておきたいというもんで。ま、手短に済ませますよ。調子いいこと言わないでください。俺は納得いくまでやりますよ。あの大久保って男、まだ犯行認めてないの？いや、往生際の悪いやつで。だってあいつの自供した場所から死体が出てんですからね。でしょ？ならパッパと裁判やっちゃってよ。ったく、出入り業者のおかげでほんといい迷惑なんだよな。大臣からも早く収めろって矢の催促でね。大臣と言いますと厚生労働大臣？当たり前でしょう。うちの予算は厚労省から出てるんでね。あのセンター長、ポイントになる場所さえ教えてもらえればこっちで適当に見て帰ります。どうぞお構いなく。勝手にうろちょろされたくないんだよ。だからあとは彼女が案内する。寺沢君、こちらは弁護士の新谷先生と。八神です。寺沢です。よろしくお願いします。じゃあ私はこれで。ありがとうございました、センター長。わざわざ申し訳ありませんでした。それでは枠さんの病室からでいいですか？枠さん？被害者の患者さんですよ。ああ、そうだったな。うん。で、君は寺沢さんね。若いな。下の名前は？あの、私も忙しいので。ああ、行きましょう、新谷先生。なんか不愛想な子だな。俺らは歓迎される立場じゃないってことです。せっかく苦労して弁護士になったのにゃ、たまにはチヤホヤされてえな。この先がセンター付属の入院棟で、4階に枠さんの病室があります。
こちらが枠さんの病室でした。あちらは？そっちの奥は開発研究棟です。新薬の開発をしている。ああ、ゴールドのカードキーがないと入れません。私も持ってませんけど。ゴールドの？一応うちのセンターの心臓部ですから。じゃあ向こうは厳重なセキュリティで守られた別世界ってわけか。行くぞ八神。亡くなった枠さんはこの個室に入院されていました。それはいつ頃から？2年前です。アルツハイマーで。認知症ってことね。アルツハイマーはいくつかある認知症のタイプの一つです。ただ認知症の7割はアルツハイマー病ですから。やっぱり似たようなもんだろ。よし、じゃあ八神、好きなだけ調べていけよ。この個室、被害者が亡くなってから他の人は？誰も使ってません。患者は事件当日の朝ここから消えていたんでしたね。ええ、殺害されて運び出された。私には分かりませんけど、多分。窓ははめ殺し。枠さんが窓から抜け出したってことはないな。この窓なら廊下からもこっちが見えるな。もし部屋の中に異変があればみんなすぐ気づく。スタッフが少ないのですぐかどうかは。廊下はよく人が歩いてますけど、認知症患者の方がほとんどなんです。なるほど。廊下からだとどんな風に見えるのかな。部屋に異変があれば廊下から見えるか。部屋の中はもういいだろう、十分だ。そうですね。病室の様子、廊下からもある程度わかるか。新谷先生、ちょっとベッドに寝てみてくれます？おう、ベッドに寝りゃいいんだな。じゃあほら、せっかくだし寺沢ちゃんも一緒に横になってみよっか。はあ、冗談だよ。寝てる人の顔は見えないな、病室の外からじゃ。はあ、なあ、別に新しい手がかりなんてなかったろう。いえ、現場見なきゃわからないこともありましたよ。ふん、もう事件から日が経ってるし、警察もやることやってんだ。大久保新平は黒だよ。本人は無実を訴えてます。でも事件を整理してみりゃその可能性は相当低い。一度事件を振り返ってみるか。ここで一旦事件を整理してみます。おう、望むところだ。